ここはダイブステーション。都市からアストラル海に移動する回廊があるんです。昔はリフトを使って移動していたようですけど、今は使ってなくてモニュメントみたいになってます。アストラル界は簡単に言えば精神エネルギーで形成された世界です。一見実物の世界に見えるんですが、実は住人が存在しない未知の世界なんです。そのアストラル界が我々の世界と回廊、つまり歪みによってつながっているんです。そしてこちらの世界に出現する人の心を奪う魔物ハートレスもアストラル界から来てるんです。おそらく心を奪う対象がアストラル界に存在しないためにこちらの世界に来ているのではないかと言われています。そこで結社のキューブレード使いはこちらの世界へのハートレスの侵入を食い止めるためにアストラル界へ赴きハートレスの討伐を行います。それが主な目的ですが、さらに重要なのがピースの回収です。ピースとは異世界の記憶のかけらです。そこから様々な能力を引き出すこともできるので、まずはピースを探して使ってみてくださいね。あともう一つ重要なワープワールドに関してはレムスさんの方が。レムスさんまだ来ないですね。ああ見えてあまり遅刻はしない人なのに。バロック結社の担当者の方、用意ができております。至急受付までお越しください。呼ばれちゃいました。仕方ありません。手続きだけ進めましょう。大丈夫、すぐにレムスさんも来ますよ。ああ、待ってましたよ。バロック結社のフレイヤさんと、そちらは。今朝うちに登録した新入りのキーブレード使いの方です。確かに登録がありますね。お一人でしょうか。もう一人いるんですが。仕方ありません、アストラル界は一人で探索してきてください。お、任せてくださいといった感じですね。さすが期待の新人さんです。きっと後からレムスさんも行くはずです。きっと。そうだ、新入りさんにもう一つ。これ私たちバロック結社の制服と新しいキーブレードです。ネプトさんが新入りさんなら使いこなせるはずだからって。それとよかったら今の錆びたキーブレードはこっちで処分しておきますけど。あ、持っていたいなら別に構わないですよ。でもできれば服は着替えてくださいね。昨日の件もあるし目立っちゃってますし、ネプトさんが必ず着替えさせてって。ああそうそう、これを渡しておかなきゃでした。この端末は通信以外にアーカイブした情報を見返すこともできるんです。これで離れていても私がフルサポートできるのできっと大丈夫です。きっと。それじゃあ準備ができたら出発しましょう。
ちらフレイヤ、聞こえますか？よかった、無事にアストラル海に到着したみたいですね。我々のいるスカラードカイルムの街と似た景色に見えるでしょ。それはレイヤー効果によるものなんですが、まあそれはまた今度説明しますね。アストラル界は無と有とがつながる世界。先ほども言いましたが、私たちの世界に現れるハートレスの多くはアストラル界の歪みを通じて現れています。ハートレスは人の心を奪う心なきもの。躊躇せず倒してください。またこの世界には多くの感情や記憶が渦巻いていて、それらに形が与えられたものが先ほど説明したピースです。この異世界の記憶のかけらはとても貴重で、結社間で奪い合いになることもあるんですよ。というわけで、ハートレスを倒しながらピースを集めてきてください。きっとデムスさんも遠くで応援してます。きっと